おつやの日おじいちゃんのおつやの日の話です当時高2の俺は別に手伝うこともなかったんで準備が終わるまで自分の部屋で音楽を聴きながらまったりとしてたんですそれでちょっと眠くなってきた頃にドアがノックされて「おーい そろそろ坊さんが来るからこっち来とき」と父に呼ばれおじいちゃんの遺体がある部屋に行きました部屋に行ってみんなでおじいちゃんの遺体を囲んでお坊さんが来るのを待ってたんですけど俺がよそ見をしてた間におじいちゃんが生き返ったんですよマジで普通に「ああよう寝た」 とか言いながら目を覚ましたみたいな感じでそれでみんな怖がるとかじゃなくて感動して喜んでたんですけど誰かが「おい家とか隠せと言ったんです俺は一瞬意味が分からなかったんだけど多分そういう葬式とかに関係あるものを見たら気づいておじいちゃんが食事するからかなとか思いながら俺も手伝って 大きい花みたいなのを隠してましたでもよみがえったおじいちゃんは非常に力が強くって父を力ずくでどかせて父が隠してた祭壇を見つけたんですおじいちゃんはそれを見て「うわ今日誰かの葬式かなんかかこういうのを乱暴に扱ったらあかんやろが」 とか言いながら祭壇を整えてたんですけど、そのうち自分の家を見つけて、ああ、わし、死んだんか、そうか、とか言い残して、また死んでしまいました。それから俺はまた部屋に戻って、まったりとしてたんですけど、 じきにまた父が呼びに来て、遺体のある部屋に行ってみたら、もう祭壇とかを片付け始めている。俺は不思議に思いながらも片付けを手伝っていたんですが、片付けているときに父とか母とかは違う部屋に行ってて、そのおじいちゃんの遺体がある部屋には俺一人で、おじいちゃんの遺体と二人っきりになった瞬間があったんですね。そして、 俺がまたおじいちゃんの遺体から目を離している隙に、また行き帰ったんです。おじいちゃんが。でも、今度は前とは違って、明らかに様子がおかしくって、なんか映画のゾンビのように規制を発しながら暴れ回ってるんですよ。それでおじいちゃんが外に出ようとしているんで、俺はそれを必死で止めてたんです。そしておじいちゃんに、 おじいちゃんは死んだので、ね、もう気づいて!」と言ってたところで俺はあることに気づきました「俺は高鬼の男」なんかじゃない俺自身が今目の前にいるこの老人なんだ「わしは死んだんかこれは夢か」と思ったところで目が覚めました まだわしは死んでない、でも最後に嫁はんや孫の顔でも見とくかと思ったんだけど目も開かないし体も動かないそうかやっぱりもうわしは死んでんのか周りからは皆の泣いている声が聞こえるというような夢を一昨日見ました オちがシャレになってなくてめちゃくちゃ怖かったですこの直後に目が覚めたんですけど